マスモトは？あ、はい、昔蚊に懲役をつけてました。何何何蚊？蚊、あの、ブーンの蚊、蚊に懲役をつけてました。懲役、ちょっとこれはみんなで聞いてみようぜ。どこと？なんかあの、田舎ではあるあるだったと思うんですけど、なんか蚊を潰せない子がいるんですよ。私がそれで、でもなんか一応罰を与えないとなと思って、うん、なんか家に侵入してきた子は多分数時間、懲役数時間で、で自分に泊まった子は本当3時間とか時間長くして、で血を吸った子はまあ1日とか、なんか透明の天ぷらのパックに閉じ込めて懲役順に玄関に並べてました。何それ、すげえ。で懲役来たらどうぞ、懲役来たら、懲役来たら外に逃がしてあげるっていう。逃がしてあげるのか、はい、まあ、釈放でしょ、釈放でしょ。潰すわけじゃないよね、懲役。潰さないです。そうか、懲役だもんね。そうです、そうね、潰しちゃったらもう極刑とか、ね、死刑、そうか、死刑じゃないのね。なんかあの、それを普通だと思ってて、でなんか友達が玄関に来た時にこれ何って聞かれたから、これが懲役1時間でとか説明したらすごい引いてて、だからなんかそれ以降やめました。俺は正当なやり方だと思うよ、マスモト。ちゃんと罪をね、うん、そうです、多分1回そこで痛い目にあったらもう来ないだろうなって思って。でもその後も来たろうか、いっぱい。でもまた別の子だったので、また罰を与えました。別の子かどうか分かんない。また罪与えて。あ、そうですね。うわー、どういうこと？なんかあの、多分田舎か、あの、多分田舎